チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっと出ていく予定なかったんやけどね、ちょろっと出ていくことになったんで、出てきたついでにシャトレーゼでアイスを買ってきました。ドライアイスを入れてくれるんで、ちょっとやっとくかな。ドライアイス有料や、お前は。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。柔らか氷バー、甘王いちご、白州名水、南アルプスの、白州名水を使ってるって書いてあるね。ふってきた、おいしいね。これはね、赤いな。今日はね、朝からこんな感じで、ちょっとね、昼からまあ模型をしようかなと。夜のね、ライブに向けて体調整えるとかなんかもあるね。夜脱いだのもあってね、今日マスクにしようかな。まあ何もか作ってないのやります。ヤマツもね、続き作らんけどもね、もうね、納期が迫ってるんでね。僕も納めへんけど。なのでね、ちょっと今日は外は暑かったよ。やっぱり、外湿度高いんかな。エアコンも効いた。だから走ったらね、エアコンも効くんだけど、この前暑い時は走ってもエアコン効かないんだからね、ぐらい。エアコンが、もう外気が、要は熱交換器言うて、外の熱と中の熱と交換してんだよね。で、エンジンルーム、エンジンがあちあちになんだけども、エンジンの上からの車ね、照射熱と外気温とでエンジンの熱気が混ざってエンジンルームがガチャチなんで、その中に、クーラーコンデンサーっていうのがついてて、ね、このクーラーコンデンサーの中に、冷媒ガス、まあ、今のはちゃうけど昔はフロンガスって言われたんで冷媒ガスなんだけど、この冷媒ガスが止めてくる。ちょっとね、火にかけとたまったら止めていきましょう。ね、その冷媒ガスが通ってるところに、なんていうのかな、ラジエーターみたいなところね、風当てて、で、その冷媒ガスを吹き出すのよ。で、その冷えたガスをまた室内に送り込んで、圧かけて冷やすっていう効率や、効能ね、ガスなのがクーラーって、エアコンでね。冷えたものを、クーラーのコア、クーラーの、コアみたいな感じで、車の中にね。で、そこを通ってきた時に、急激に冷やされたから、その冷えたところに湿度が持っていかれて除湿されるっていう機能やね。それが、音が、中が冷やすっていう、この温度差で冷えてんだけど、外がめちゃくちゃ暑いと、温度差が高くなってくると、どうしても冷えにくくなってくるんだよ。昼服にここに、食べながら食べたら食べるや、まあ、そんな感じでね、クーラーって見えるか、外気温だいぶ変わんね。で、止まってる時としても一応ファンついて、ファンでそのクーラーのコンデンサーを冷やしてんねんけど、そんなファン効かへん。これは冷やなあかんねん。で、止まっとる時って車のエンジンのパワー取られるから、回転低い時は、クーラー、間引き運転したりするんでね、そんなのもあるから、渋滞とかあんまりできれば、いかんの。だから、あの車の熱、すごい熱を交換しなかったら、車のクーラーってすっごいパワーが強いんだよ。家に、車のクーラーを家につけたら、多分ね、一軒家、3階建ての一軒家全部冷やせるぐらい。体感冷やせるぐらいの性能があるって言われてるんだよ。それを車に乗せてる。いや、車前も言ったと思うけどね、車のクーラーっていうのはすっごい性能があってね、だから高いよ。
家のプールやったらね、4万で買えるやんか。車乗って大体20万買ってもらう。まあね、標準やけど、後付けですると20万とかかかってたよ、昔は。まあね、こんな感じでね、やっと冷やすのが一番いいね。ああ、美味しかった。人間もね、外と中の熱交換やから、体の外をいくら冷やしても中が熱かったら中こもるから、アイスとか食べて中を冷やすことによって冷えてくるって一緒やと思うんだよ。だからね、今アイスで中冷えたから、この後シャワーして体冷やしていきます。朝からもね、起きてね、シャワーしたいからね。今日2回目のシャワー、何回シャワーするんでちゅうぐらいね、シャワーします。はい、ね、ないともう暑くてたまらない。だから水温代高いんだけどね。まあいいねんけど、こんな感じでね、今日のあっちゃんのね、アイスタイムね、もうちょっとね、雑談をしましょうか。はい、アコがね、ちょっと通っていったんでね、やねんけども、この後ちょっとあっちゃんね、シャワーして体をクーリングダウンさせて、で昼からのセッションをしようかなと思ってんねんけどね、ね、出かけんやったらあれかなと思って、朝出かけて行った。朝っていうか昼前に出かけて、今帰ってて今2時なんよ昼間で一番暑い時間に出てんねんけども、ここからね、この後ちょっといろいろね、まあ、晩ご飯の準備したりね、まあ、昼ね、あちゃんも食べへんからすごい楽でいい。昼間で動けるからね。だから朝、今までやったら朝動いたら昼食べてって言って中途半端になってくるからやねんけども、今も昼食べてないから、ね、子供のご飯だけちゃんとやっといたらね、あとは出かけてもいいしなってなったりで、まあね、子供もね、一日一食にしようかなみたいな話になって、でもただそうやると痩せてしまうから、痩せすぎてまうから、だから、まあまあカロリーも取らさなあかんなって思って、ね、ただでもね、本当に一日一食にして腸を空っぽのが一番健康的でいいねんけどね、真ん中にね、そこお洋服を着替えて、で、シャワーしてクーリングダウンしますわ。いや、まあでもね、まあ、外、車の中はまあまあ快適とまでいいんで、まあまあ風は涼しく快適でやってんけどもね、降りたら暑いちょっと用事があってね、急遽出かけることになったのよ。だから今日だからソーレ取った後、じゃあコーヒー出すソーレ取ってコーヒー出すなんて取った後、もう今日は何もせずにって言ってたと思うね。だけども急遽出かけなことがあってね、11時ぐらいに連絡アポ取って、11時前やったかな、11時ぐらいか。ソーレコーヒーの後ね、ちょっとしてからアポ取って、それからね、出かけたから12時になってんならに出かけて、で帰ってって今、まあちょっとまで1時間2時間もかかったけどもね、まあこれしといたら次も楽でいいからねと思って今日やっときました。でやっぱりね、お盆の休みもあるし、で土曜日っていうのもあるけどもね、まあ車が多い、マナー悪いやつが多い、もう交差点絶対待たへんやつばっかり、もう年々入れてくれへんしね。でちょっとお買い物行ってたら後ろからドーンってぶつかってきたかって、ごめんなさいも言わへん子供、それを見てても何も声かけへん親、もうそんなマナーのあるやついっぱいおるね、もうほんま嫌なるね、まあ、って言ってぼやいとっても仕方ないねんけどもね、もうこんなイライラしてぼやったら余計熱くなるんでね、シャワーでクーリングダウンして落ち着いてプラモデルでも作りましょうということで、今日のあっちゃんの土曜日休日、これから始まります。ということでね、まあ、ゆっくりします。で、またね、バイバイ。まあ、動画って編集もしないしな。まあ、今日はゆっくりしますわ。またね、バイバイ。あ、今日のあっちゃんのシャトレーゼの甘おアイス。美味しかったよ。やっぱシャトレーゼね、結構スッキリしてて、シャトレーゼ結構ね、添加物使ってないのも多いんでね。安いんで、またよかったら食べてみてくださいって。またね、バイバイ。